はい。皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋隆子です。本日のテーマは、要注意、あなたのビジネス、フロント祭り、単発祭りになってませんかというタイトルでお話をしていきたいと思います。えー、こちらのフロント祭り、単発祭りっていうのはですね、私のクライアントさんが、あの、かつての自分のことを、えー、笑いつつ、 いやーそういう自分だったなーっていうのを思って言った言葉なんで、それをタイトルに入れさせていただきました。このフロント祭り、単発祭りっていうね、言葉の意味がわからない方もいらっしゃると思うので、えー、その言葉の意味プラス、どういうビジネスの設計ならいいのか、まあ、特にお一人様、個人事業主、フリーランスの、えー、女性の方が、 割とフロント祭り単発祭りになっちゃってる方が多いのでまあ、それをちょっと要注意っていうね継承を促すためにもお伝えしてみようというふうに思っているのが本日のテーマですさてでは本題の方入りたいと思いますえー、っとあなたのビジネスフロント祭り単発祭りになってませんかということなんですがまあ、この言葉の意味そもそもねあのお伝えしますまずフロント祭り 単発、まあ、祭りの方が分かりやすいか。えっ、ー、と、単発のレッスンを、まあ、とにかくいっぱい立てて、えー、いろんなイベント、こんな雰囲気でやったらいけるんじゃないか。こんな風なのだったらいけるんじゃないかを。一生懸命考えながら、あのー、作って売る、作って売る、作って売れる。まあ、これ単発祭りになります。で、これは、あのー、特に教室業とかそうなんですけれども、企業初期の頃って、 何をどうやっていいか勉強をしないでやられた方はもう普通に多分単発祭りになるんですよ。えー、今月はじゃあ,あの私パン教室だったんでねパンで言いますけれども今月はじゃあロールパンだとか来月はメロンパンだとかまあそんな感じですよ。はい、<laughs> 再来月はカレーパンだとかあ私の教室はそれはやってないんですけれどもね。 で、その何か、じゃあ来月はこれ、あとはまあ、毎週もしかしたらうまくね、生徒さんが来てくれるようになった時に、先生来月はねじねじパンお願いしますとか、来月はドーナツお願いしますとかね、なんか言われたものを、あの、場当たり的に、まあ頼まれたからやってますみたいな感じ。まあこれ単発祭りの状態です。で、フロント祭りっていうのは、え基本ビジネスっていうのは、後ろから、 組んでいきます後ろから組むっていうのは後ろに置く商品は利益商品と呼ばれる、まあ、利益が出るタイプの商品だから割と高額な商品が後ろに置かれることが多くてでそれが主にバックエンドと呼ばれる商品ですでミドルエンドと呼ばれるのが中間に置かれるような商品これがないケースもありますでフロントエンドと呼ばれる、まあ、手前に置く商品 っていうまあ、集客商品って呼ばれる商品なんですけれども、まあ、これがフロントエンドと呼ばれるものなので,でフロントミドルバックっていうこの3つの流れがあってこのバックエンドを買ってもらうためにミドルエンドとかフロントエンドがある、まあ、ミドルエンドがない場合にはフロントからいきなりバックを買ってもらうっていう形ですねもちろんバックの金額にもよるんですが例えばバックの商品が30万円だった時に あなたは30万円の商品そのまんま,いきなり買いますかっていう話です、まあ、なんか試したりとか、うん、口コミ聞いたりとかその人自身から本当に買っても大丈夫なのかとか多分調べますよね。でそのお試しとかどうなのこの人っていうのを知るためにフロントっていうお試しな講座とかあとはイベントがあったりするんで、まあ、そのフロントエンドと呼ばれるものがフロントっていうふうに略して言われる時があります。 ものによって違います。例えばパン教室だったらパンの体験会がフロントになる場合もありますし、えー、私の場合はコンサルになるので、もちろんコンサルとしての無料セッション1回っていうのがフロントになる場合もあるし、あとは大きな講座、それこそ30万円の講座のミニ版作って、えー、こんなことを勉強していきましょうみたいな無料でやれるもの、ないしは有料で安いものっていうのがフロントにあってバック。 っていうそういう流れになっていくためにあるのがフロントなんですね。でじゃあ祭りって何なのって言ったらもうフロントばっかり単発ばっかりっていう風になると常に集客し続けなきゃいけないし常にお客さんが来てる状態じゃないと売り上げが不安定になっちゃうんですよね。でしかも あの悪いのがあなたの企画した企画が悪かったりすると一発外れが出てしまうとゼロっていう月だってあり得るんですよねみんなが来たくないっていうふうに思っちゃうそれとやっぱりこの売り上げが不安定になるので、えー、最初に多分取り組むないしはちょっと自分でもすぐに思いつくのはおそらくコースにするとか、まあ、あとエステ系とかだとチケット貸出、えー、券を売るとか。 そういうことで長期的に来てくれる確約をもらうみたいなのは当然あります。ですがやっぱりバックエンドですね、後ろの商品をしっかり作ってからその手前をしっかり作っていくっていうふうにすると一連の流れで商品を買っていただけるので例えばじゃあフロントが1000円だったとしてもミドルが 1>, 1万円だったとしてもバッグが10万円とかっていういいないいなって言ったらどん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 買っててくれるっていう可能性もありますお試し的なものとあ期待値外れなかったな確かに成果が出たよねって言って月を買うで次も良かったから次を買うでまあ階段を上ってってもらうような感覚になるんですけれどもこの階段を上ってもらうためにはそもそも後ろの商品と手前の商品の連動性がないと あの買われないんですよじゃあ例えば私後ろの商品でその、うん、コンサルの方あ間違えた、えー、とコンサルではなく、えー、とその方が学んで自分で授業を作っていくことができる、まあ、そういう学びの講座があったとしますよね。でそのじゃあ手前はその講座の中の一部を取ったものとかが手前にあればまだつながる可能性あると思うんですけど。 私趣味ででサックスをやってるんですねじゃあそのサックスの <laughs> 演奏会のチケットをあげますとかって言ったら後ろが売れるっていう設計になってないじゃないですか。だからずれてしまうものを手前に置くとそれも売れなくなる。でこれは今極端な例言われてるからわかると思うんですけども極端な例言われてなければ案外売れてない人とかっていうのはフロントばっかり。 単発ばっかりっていう人が結構多くって、授業を始めてそうですね、2、3年の方は割とここに陥りやすく、そして疲弊しやすく、そして集客ができなかったら潰れていくみたいな感じになります。なので、最低でもコース制か、あとはあのサブスクでなんか来てもらえるような仕組みを作るのか、あとは、えー、密な関係を作る 工学講座を持つのか大体この辺りを持った後にその興味を引くためにフロントとか単発っていうのがあるっていうそんな感じですね。はい。この設計ができてない人はあの貧乏暇なしになりますしいくらそれが満席が続いても結構危ういんですよ。あのイベントレッスンだから。 後ろにつながるような商品をちゃんと持ってて後ろに入ってもらおうと思ってその口座があるのかないのかっていうのはものすごく大きな差になるのでまずあの注意していただきたいのは後ろの商品ちゃんと利益が出る商品を作ってから手前を連動する手前の商品を作るっていうこの順番を間違えている人が結構多いんですよね。だから フロントと呼ばれる手前の商品ばっかり単発って呼ばれるあの商品ばっかり作っちゃう。であの後ろの商品の作り方がわからないっていうのもねもちろん初めてだったら当然わからないと思うんですよ。なのでそういう時にそういう勉強とか学びどうやって商品を作るのかとかそういう学びにはやっぱり出る必要があったりしますよね。だからそれはあのー、すごく当たり前の出費だし、今、 の世のやっぱり最低限を勉強するお金も投資していい情報を得てそしてその情報で運用していくっていうことをしないと厳しい競争力として厳しいかなというふうに思います。でさっき言ったように特にあの利益が出る商品っていうのはその金額に見合う内容で 買ってくれる人が納得してくれて買ってくれないと買われない商品になりますので難易度が高いですよね。だけど私の持論では、えー、初心者の人ほど高額商品を持つべきだというふうに思っているので事、あのー、業参入したのが初心者っていうことであってもスキル自体が初心者じゃない場合ってすごく多いから、まあ、適正な価格は当然つけないといけないんですけれども。うーんと 広角の商品っていうのはやっぱり一歩は作ってもらってなるべくその単発だけで生きていくっていう事業体質を変えない限りあり疲れてしまうしうまく生きにくくなりますのでここはねちょっとチェックポイントで注意していただきたいなというふうに思っております。はい、では今日ののまままととめにに入りりりたたいと思い思すえ要注意あななビジネスフロント祭祭単発祭りになってませんか えー、この答えは、まずバックエンドと呼ばれる収益商品を作ってから、手前、ミドルエンド、フロントエンド、集客商品を作っていく。なので、その集客商品の性質は、フロントの商品の性質は、後ろの商品につながるようなフロントの性質を持っている必要があります。これ、関連性がないものを作ったら全く意味がありません。でかつ、その商品を体感したら、 まあその時に後ろの商品の案内もするしぜひ、えー、買いたいですと言われるようなフロントの体験会とかセミナーとかを作っていかなくてはならないので制約率が高いフロントの商品作りっていうのは後ろの商品を売るのに等しいぐらい大事な項目になりますので安いからといって手を抜かないはい。 そういう心構えも必要になります。なので今の授業を見直していただいて、後ろに続くものを持っていない方は早急にそれを作るということを考えないと、ずっと貧乏暇なしになってしまいます。はい、あのその点注意しながら動いていっていただければというふうに思います。以上です。それでは。